は、浦部佐子と申します。ですね、まだ稽古が始まって2週間ちょっとだったんですけれども、私は常に緊張し続けております。なぜなら、お母さん役っていうのを舞台でやるのが初めてで、なんかお母さんらしくできるのかなとか、なんかいろいろこう悩んだら、こう引きこもりの子を持っているお母さんなんですけど、私がもう家に引きこもりになりそうなぐらいちょっと今緊張していますが、きっとこのパワーで頑張ってみんなで作っていけると思いますので、どうぞどうなるか楽しみにパルコ劇場に見に来てください。よろしくお願いいたします。お待ちしてます。